旗を高く掲げようは、ドイツの国家社会主義ドイツ労働者等の同化。別名、ホルスト・ベッセルの歌。原曲とされるペーター・コルネリウスの1865年の歌曲歌詞は1929年にドイツのナチス突撃隊員であったホルスト・ベッセルが、ゲッペルスの創刊した新聞、デア・アングリフに投稿した詩が元となっている。この詩は、共産主義者のビリー・ブレーデルによって、 赤色戦線選手同盟のために書いた詩を、ベッセルが、ナチ党活動に合うように編集したという説がある。アルフレート・ワイデマンの研究によると、メロディは1865年に、ベーター・コルネリウスが作曲したものが元になっている。当時このメロディには別の歌詞が付けられ、バーなどで、ラブソングとして歌われ、親しまれていた。また、ゲオルク・ブロゲリクによると、 ケイジュニオーカンケーニヒスベルクの退役軍人により歌われていたケイニヒスベルクリートも同じメロディーで歌われていたという。ホルスト・ベセルの墓に集まったヒトラーラ・ナチ党幹部ベッセルは1930年1月14日に愛人であった娼婦のエルナ家2家の部屋で銃撃され2月23日に病院で死亡した。当時の司法記録によれば犯行は1929年以来 非合法化されていたドイツ共産党の軍事部門である赤色戦線選手同盟のメンバー、アルブレヒト・ヘーラーによるものとされている。ヘーラーは、家にケの雇い主に二人の仲を削くよう依頼されていたが、いきなり銃を乱射したという。事件直後から、ベッセルはゲッペルスによりナチス運動の殉教者に仕立て上げられる。ゲッペルスは彼を国家社会主義者のキリストと称えるキャンペーンを行った。 1930年3月1日、ナチ党機関誌、フェルキッシャーベオバハターにこの詩が掲載されると、経緯は不明だがメロディーが付けられて、党員の間で流行した。ナチ党がベッセルの盛大な葬儀を行うと、突撃隊員や参加者はこの歌を合唱したという。ゲーリングの回想によると、この時ゲッペルスは、これだ、これだとつぶやき続けていたという。葬儀の後、 この歌は、ナチ党の党歌として採用された。当時、ナチ党は、数多くの党歌を採用していたが、この歌は、最も有名な党歌となった。敵対政党はこの歌を替え歌にして、ナチ党を揶揄した。1933年のヒトラー内閣の、成立以降、バイマル共和制時代の国家であった、ドイツの歌と並んで、第二国家的な扱いを受けた。また、 スペインのファランヘ島、イギリスのイギリスファシスト連合等のファシスト政党でも歌詞を変えて歌われていた。1945年の第二次世界大戦敗戦後、西ドイツではドイツ刑法第 86A 条が施行され、ナチ党のシンボルである旗を高く掲げよう、公の場で歌ったり演奏したりすることが禁止された。この法律は東西再統一後のドイツでも有効である。 2011年、アマゾン社とアップル社が旗を高く掲げようの音楽ファイルをウェブサイトでダウンロード販売対象としていたため、ニーダーザク選手警察から取り調べを受ける事態となった。両者は当局の要請に従い、この歌をウェブサイトから削除した。一方、敗戦国と化した祖国から海外に離散した元ドイツ軍兵士たちがこの歌を愛称していたという。 目撃談は数多い。相当数の元ドイツ軍人が入隊していたフランス外人部隊の兵士たちがインドシナの戦場でこの歌を歌っていたという話、また第二次世界大戦後にアメリカに渡り同国のロケット開発計画に関わったドイツ人技術者たちが酒場でこの歌を合唱していた話などが記録に残されている。近年ではイギリスのパンクロックバンド、 スクリュードライバーによってカバーされている。その他にも、地理海軍の海兵隊コマンドスでは、この歌の替え歌が大歌として歌われている。一方ギリシアでは、極右聖闘、黄金の夜明けの闘の歌にこの曲のメロディが採用されている。歌記は正式な役文ではない。伊ざ家旗を仕立てて、大しく進め、進めが闘の敵を破るところに、希望の道は開く。 我らの敵を破るところに希望の道は開く。ありがとうございます。